今日は柳町の発酵祭りを、今年3回目行わせてもらっています。でこの祭りはですね、この柳町通り、古い町並みの、景観が整っている町があるんですけれども、その町に発酵食品が揃ってですね、日本酒、ワイン、パン、味噌あるので、まあ、それを、材料にですね、この上田の地域のまあ、なんていうんですかね、いい商品を発信する場としてこのお祭りを開催させてもらっています。おやきどうですか？発酵食というのはこの信州、まあ、特に上田でもですね、大事な資源になっていると思っているので、それを生かして、上田市全体が元気になるようなことにつなげればありがたいなと思ってます。全部売り切れちゃいました。そうなんだ。はい、30個持ってきて、で圧をかけて水を切って、それを味噌漬けにして、そして燻製にしています。とてもまろやかで食べたことのない味です。ワインや日本酒によく合います。チーズに似てるって言われたことありますか？なかなか丸焼き時間かかるのでご家庭でできないと思いますけども、やっぱり僕ら生産している日々の、 思いをダイレクトに伝えられる方法としてやらさせていただいてます。もう単純でいただきますって言って美味しく最後まで食べてもらえるように僕らは生産するし、これを見て残さず食べてもらうことが目的です。ぜひこのおやきも買い求めください。すごいですねこれ、インパクトが。そうそう、今年は29日。あ、そう。300円の。はい。はい。これ今日だけですからね。あ、すごい。ありがとうございます。どうですか？どうですか？氷がいいですね。氷がいいですよ。すごく。あと味噌も強くて、はい、これはいいですわ。発酵弁当いかがですか？目の前にあるもの全部あるかちょっと確認していただきたいんですね。まずは、大豆、ジップロックに入って使うものって別に使わなくてもいいですよ。で、スイーツのガラスマックとか焼酎マックとか一番上に要はカビを再生するために何かしらこう塩を巻いたり焼酎を巻いたりすることがあるんですけども、今回は砂糖で代用します。お味噌はお塩が必ず入ります。お塩が入ってないお味噌はお味噌と呼んではいけないってことになってます。大豆が入ってない味噌が本物ですって言った方はこいつも怪しいぞと思っていただければ騙される心配はないかなと思います。まあ、そんな感じなんですけども、まあ、お茶の作り方っていうのはまずね、基本的には米を水につけて柔らかく冷ますふかします。
使うと思います。ポンゲやってるだけやって、気持ちのうまい。いいでしょ、楽しそう。で、じゃあ袋から麹を出していただきますけれども、その麹が、大豆とかのタンパク質をうまみに変えてもらいますので、やってもらう。成長したわけなんですけれどもね、住んでるところはもう戸を開けると、周りが、田んぼだらけ、そして後ろに、太郎山が控えてて、そして田んぼにはね、白鷺が来たり小鷺が来たりしてね、とってもいい雰囲気だったんですよ。で、田植えの頃になるとカエルがケロ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 鳴いたりして、ですから子どもたちは本当にね、秋はっていうのがね、あの、ふるさとだよね、なんていうふうにね、あの、言うのを思っております。私の漬物の方にね、胡椒漬けというのがあるんですよ。これからね、皆さん夏になったらやっていただきたいと思うんですけれども、夏きゅうりとか梨とかいっぱい取れますよね。そしたらまあ、うちで3の3の食べますよね。こんな贅沢なことないんですけれども、もう朝から茄子、昼も茄子、夜はカレーに入ってまた茄子が出てくるとかね。まあ、お母さんってきゅうり、味噌汁まで入れるんだよね、なんていうぐらいにね。キュウリはサンドサンド食べたりしますけれども、これは本当に幸せなことだと思うんですね。それを食べ尽くして後でもまだ残ったりすると塩漬けにして漬けますよね。まさかあんなこと埋めてきたりしないと思うんですよ。せっかく取れたものね。だからこれをね、20% ぐらいの塩をつけて、もう今日取れた分のキュウリ、ナス、その出方を測って 20% の塩をして、そして漬けるんですよ。そして次の日もまた余った、そしたらまたナスとキュウリを 20% の塩をして漬けていくんです。で、その間にはね、まただんだん秋になってくるとミョウガが取れたり、シソの葉が取れたり、シソの実が取れたりするじゃないですか。で、そこのところに秋になるとまたタラになったりね、そういうのをね、何でもかんでもね、ナス取れたものを 20% の塩漬けにして取っておくんですよ。そしてね、まあここまで やるのは皆さん、余ったのを塩漬けにするっていうのは誰でもやってることなんですけれども、今度それを、福神漬けにしようとする人が普通ですよね。そうするとね、みんな水に漬けて、そしていい味を全部流して、で、ここにまだ砂糖かけるとよく塩抜けるようになって、砂糖までかけて塩抜いちゃったりするんですよ。それでね、やっとそれが食べられるキュウリやナスになった時、食べると、それは味も香りも栄養素も何にもない、ただのキュウリの物体、ナスの物体、ミョウガの物体になってるわけ。それで刻んでね、味がないからしょうがないから、醤油やみりんかけるとバカみたいに私思うんですよ。それを長野市から北の、宗からずっと篠戸町の方からまで、この漬物なんですけれども、
それをね、こうつけるでしょ。そしたらね、秋になったらね、ちょっと立ち上がっちゃうけど。こんなにあの大きい樽につけとくんですよ。そしたらね、水いっぱい上がってるでしょ。そしたら秋になったら、取れた大根を全部干して、そして樽の中に干した大根を入れる。そしたら、塩の代わりに、このナスやキウイをばらまくわけ。そしてまた今度は干した大根を置く。また塩の代わりにナスとキュウリをばらまく。そしてその間にね、例えば何でしょう、リンゴのボケたの食べられないようなものを薄切りにして重ねていったり、辛いものをのせたり、柿のちょっと熟したようなもの、渋柿でもいいです。それをばらまきながら入れると、それが甘みになるんですね。で、それをね、どさっと置いて、その時は、漬けた塩、ナスやキュウリを塩として使って、もう塩は全然使わないわけです。これはね、ものすごく理にかなった漬物で、そしてそれをお正月ぐらいにやっと出してみると、その塩辛かったナスやキュウリの塩分が全部生の大根に移って、みんな同じ味で食べられる。水道の水も使わないの。だから美味しい味が全部、発酵の不良栄養素も全部ドブの中に流れない。全部大根の中に流れてしまう。こんな素晴らしいね、漬物が私はね、信州にあったという喜び、これびっくりしました。そしたらそこのうちの教えていただきに行きましたらね、そこのうちの中学生の女の子も孫がね、おばあさんがそれを出していく、おばあちゃんこれ臭いねってあっちやるなんてですので、うちの孫にはね、不評なんだよなんて言うんですけれども、やっぱりね、もう私たちはその発酵の匂いっていうのがね、もう樽の中に顔突っ込んでいたいわっていうぐらいね、いい匂いなんですよ。ですからね、若い子供たちにもね、ぜひそういう発酵食品の香りっていうものをこういうもんだよっていうのをね、教えるべくね、少しずつね、子供たちにその漬物を食べさせていただきたいなと思うんです。一汁三菜はここに玄米のご飯ですね。そして具だくさんの味噌汁に酢の物に。これはね、刺し酢をかけたキャベツなんかをつけさも食べてまいりましたけれども、これがメインの動物タンパク。そしてこれは煮物ですね。で、ここにお箸置きを置いてくださいね。ちょっとだんだん書けなくなってきた。でね、これがね、世界文化遺産に登録された、一汁三菜というスタイルなんですよ。でね、信州じゃ これじゃいけないのでね、私はここに漬物を置いて、これを長寿の一汁四菜と呼んでおりますが、このご飯の中にうちいつもほとんど玄米を食べてるんです。で、玄米をやっと夫が慣れたと思ったら、それでも今でも夫もつぶやいてます。週に1回は白飯食いたいそれもやらずに、さらにここへね、大豆を食べてる。もうね、大豆を洗ったらね、そしたらね、炊飯器に入れて熱をかけるでしょ。そしてね、ピタッと蓋をして保温して一晩、そうするとすごく美味しい大豆になるんですよ。もうそれでも食べられるくらいの美味しさの柔らかさになるんですけれども、それを浸し汁でこの玄米を炊いて、その中にふやかした大豆を入れて食べる。そうすると大豆をご飯として食べられるんですよ。だってね、五目大豆なんかしたらね、醤油とかみりんとかね、みんな使うわけですけれども、塩分何もいらないじゃない。ご飯として、それが美味しいの。うん、でね、こうご飯の上にね、大豆がいっぱい上がりますよね。そしたらね、こうやってね、夫が嫌がるから、私のところへこう大豆いっぱい乗せてしまうんですけれども、ね、これがまた美味しいんですよ。でね、なんか弱ったな、私だけに生き残ったらどうしようかと思っておりますけれども、これはまだ発酵ではありませんけれども、大豆ってそのくらい体に効くっていうのかな、そんな風に思うわけですね。東京の方で数年前に、塩麹が流行りましたね。今塩麹作ってる人いますか？あ、いますか？偉いですね。まだ飽きてませんか？
みんなまんべんなくね行き渡ったと思ったら、今度は東京の方からね醤油麹って言い出しましたね。何言ってるの、醤油麹なんて古いじゃないのって。信州は昔から食べてるわって。私の小さい時なんかね、学校行く時には食卓に朝はいつもね、醤油豆ってありましたよね。醤油に麹に黒豆入ってる、それ食べて出かけたんですよ。納豆よりいいんだから、麹があって。でね、私なんてね、もう漬物の本出してもう20年ぐらいになりますけれども、もうその時から醤油麹って載ってるのにね、今更醤油麹だってさも新しいもんって言ってだからね、信州っていうのはね、本当に発酵に対して深い知恵っていうものをね持ち合わせていたとこだなと思います。でね、私の方なんかね、もうそれぞれ嫁いだ嫁はね、暮れになるとね、醤油豆を書くって言うんですよ。作るとか言わない、書くって言うんですよ。で、買ってきてね、上手にできた嫁はいい嫁いつまで3月になってもしょっぱくて食べられない嫁はダメな嫁早く酸っぱくしたのもダメな嫁偏差値より大事でしたこれでね、嫁のね、良し悪しを測ってましたから、そのくらい大事なものだったわけですね。で、私は今ね、醤油麹なんかしょっちゅうあるし、そう、これから醤油麹皆さんね、作ってください。醤油が200に、麹、生麹200、混ぜるだけ、これでいいじゃん。それでね、これはね、何年経っても腐らない。でね、柔らかくなったら冷蔵庫に入れてくださいね。そしてね、これから青唐辛子が出ますよね。青唐辛子が出たら、そしたらそれを刻んで入れるの、たくさん。そうするとね、辛い醤油麹になるんですよ。もしあれだったら、そこに茹でた大豆とか黒豆を入れていただいても、またそれはそれでね、もうそれだけでも食べられちゃいますので、もしあれだったら、そこのところに黒豆麹の吹いたものがありますね。それだったら柔らかいので茹でなくてもいいので、そこの中に入れていただければ美味しい醤油麹ができますから、ぜひそんな風にして食べてください。生活の一部だったんだなっていうのを、大人になってこう実感することがありまして、でそこでちょっと余力生きるためのベッド